あと、また、元件の方で何か彼に伝えてあげたいと思う人います？いなけりゃ、今度、元創価の人も結構今日来てるので、これから仲間になっていくこともあるし、その、方々団体から日蓮召集に来たっていう経緯では、同じ、まあ、似たような、思いもしてるのでね、その方々も聞いていきたいと思います。で、今日は7時半から次のリモートが、はしごで入ってるので、二次会じゃないけど、お座敷がかかってるので、あともう15分強ですけども、もし草加の方から来て、何か彼に言ってあげたい、アドバイスしてあげたいって方いたら、はい、もう早い者勝ち、挙手してください。はい、原君お願いします。こんばんは。はい。よろしくお願いします。一緒に頑張っていきましょう。はい。僕も草加3世なんですね。で、おばあちゃんの代からなんですが、結婚した時に、ちょうど偽本尊をいただいた時が、結婚式の状態だったんですね。で、元嫁も僕は元草加3世同士で、結婚して、それから、人生歩んでいくんですけど、なかなかですね、もう境地明合っていうんですか、やっぱり、信仰する対象が、もう物の性質だったり、その信仰する、対象が持つその教義だったり、いろんなものがやっぱり自分のものに、感じを応ずる。なので、それをすごく感じ、今になるとすごく感じてまして、今の私もですね、大した人間じゃないんですけど、今と比べても、ものすごく人のことを考えれない自分でいたんですね。で、なんていうんですかね、自己中で。で、やることはいろいろやるんですが、もう人間関係は絶えず、トラブって、もうトラブルばかりだったんですね。で、今から10年ぐらい前に、YouTube に出会ってですね、でそれから召集の方に戻ることが、できたんですけど、そしてそれから、最初の頃はそこまでしっかり進化できなかったにしても、ここ5、6年ですかね、しっかり徐々に徐々に進行できるような自分になっていったということと、今から振り返ると、すごく見方が変わったというか、さっきほど豊田さんから話があった、その同じ状況でも、そういう受け取られ方で変わっていくという、その受け取られ方がですね、全然違う自分になってきているというのが最近すごく感じるんですね。で、その同じ状況でも、人に対してでも、その人のありがたみだったりとか、何気ないことがすごくありがたい、そういったことをすごく感じてまして、これがやっぱり六根清浄の功徳なんだということをすごく体感してます。で、必ず人の業によって様々でしょうけど、必ずですね、それを感じてきますんでですね、ぜひ明日豊田さんとお会いされてですね、で一緒に今後も一緒に頑張っていきましょう。簡単。ありがとうございます。彼は福岡からですからね。すごいですよ。全国、ね、アスナ君のためにみんなわーって集まってくれて、ありがたいですよね、本当に。ね、急に連絡したのに、本当大変ありがとうございます。ありがたいですよ。